今千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自由の柱を。蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らない。お前だけれど吠えろ前期前期。いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に。そうさ前期前期。その輝きこそ愛という無限の力だ。その昔、縁のおずぬに命を受けし赤き御法の騎士あり、その名を前期。前期混合の力にてこの世を跋扈せし魑魅魍魎どもを瞬く間に払い沈めたり、そして今この世に災い現れし時、無敵の鬼神前期は再び蘇らん。なんなのよ、これから学校行くんだからね。朝は忙しいの。やかましい。ちょっと来い。いててて、髪の毛引っ張んないでよ。わい、これは何の真似だ。説明しろ。これ見ての通り、あんたが勝手に冷蔵庫を荒らせないようバッチリ結界を張っておいたのよ。なに、俺様に何の恨みがあるって言うんだ。恨みですって。前期、あんた今まで自分のやったことを覚えてるんでしょうね。さて晩ご飯の支度。お？どれも皮はまずいけど中身はいけるぜ。このクソ前期、3日分が、おかげであの日の晩ご飯は買い置きのカップ麺だったんだから。あんたのせいよ。うるさい、俺様だって人並みに腹は減るんだ。どこが人並みなのよ。とにかくあんたなんかに構ってる暇ないの。ちくしょう、腹減った。なんだこりゃ。ばあさん、もっといいもん食わせろよ。何を言われるか。昔から腹八分目に病なしと言ってな、ほどほどに食べるのが体のためにもいいんじゃよ。くっ、なんでこんなもん。前期殿、すまんが、これから掃除をな。あら？あんなんで腹いっぱいになるかよ。こうなったら千秋のやつを締め上げて食い物を踏んだくってやるぜ。見てろ。もっと食え。食って大きくなれ。お前の底知れぬ食欲がカルマ様のお役に立てる日がようやく来たのだぞ。嬉しいか。かわいいやつだ。待ちきれないぞ。ん？おお、ついにカルマ様からの指令が届いたか。なんと香り高い欲望だろう。まさに舌の上でとろける蜜のようではないか。これは最高のご馳走になるぞ。千秋のやつどこに嫌がるんだ。うん、ここにはいねえか。おい、お前ら千秋。
くこの時代の女はガサツなやつしかいないのか。鬱陶しい時代だぜ。まったく、なんだこりゃ。だけだだっぴろいところだと探し出すのもことだぜ。にしてもこの学校ってところは要するに人間のガキどもを修行させるための寺みたいなもんか。人間ってやつはつくづく進歩のない生き物だぜ。まったくよ。え、なんかいい匂いがしてきやがったぞ。あれか、食いもんだ。山ほどあるぜ。千秋のやつ、こんなところにも隠してやがったのか。よし、片っ端から食ってやるぞ。やって、あそこまで。痛い。校長先生、いい加減にしてください。あれほどつまみ食いはダメだと言ったでしょう。お、この子はどこから入ったんだい。痛えじゃねえかよ。つまみ食いとは失敬な。私は生徒たちがより安心して給食を取れるようあらかじめ毒味をだね。毒味ですって。校長、どういう意味です。いやー、そのあの、つまり。何なんだこいつら。いや、やめてください。まあ、行こう。食い物と。あんた一体どこの子だ。勝手に入ってきちゃダメじゃないの。ここにあるのは学校の生徒さんたちの食べる給食だよ。僕はお家に帰ってママにお昼ご飯作ってもらうんだね。食い物よこせ。まったく口の悪い子供だよ。お、もう校長先生も早く出てってくださいな。こら、式神町一の美食家と謳われた私が味見をしてやろうと言うんだぞ。そうじゃけんにせんでも。誰が美食家だって。このまろやかな香り、あっさりとしたコク、いや素晴らしい味だ。それはただのコンソメスープですよ。さあ、行った行った。そんなこと言わないで少しぐらい食べさせてくれよ。私は校長先生のためを思って言ってるんですよ。そうやって暴飲暴食を続けてると体によくありませんから。おいしいもんのためだったら体の一つや二つ少しも惜しくはないわい。何バカなこと言ってるんですか。いやいや、ほら邪魔邪魔。おっとっとっと。開けろー。なんちゃって、ほれ。あ、こいつ自分だけ。よこせ。取れるもんなら取ってみなさい。なめたまにしやがって。よこせ。おい、じゃおい、なんだ、もう諦めた。つまらんな。くそ、どいつもこいつも地上最強の鬼神を何だと思ってやがるんだ。そんなことでは一流の美食家にはなれんぞ。いかんいかん、生地少し食べたもんだから余計お腹が減ってしまった。もっと美味しいものをたくさん食べたいな。え、もっと食べたいか。その望み我が叶えてやろう。芋虫が喋った。ひー、誰だね君は。一体どこから。行け。やめろってば、こら。そんなにうまいか。よし、
その欲望を残さず食い尽くすがいい。おいしいものよこせ。千秋と同じ格好だ。これなら怪しまれることはねえだろ。今度こそ食い物いただきだぜ。なんだこの音。まあいいか。今日の給食のこと考えてたら急にお腹が鳴るんだもん。とか食い物のありかどこだった。ああ、こんなところにやがったか。前期何なのよそのふざけた格好は。やかましい。俺様はこの服で食いもんもらうんだ。邪魔すんじゃねえぞ。え、食いもん。大変だ。あ、エノ、給食がなくなってるぞ。パンもおかずも何一つ残ってないの。え、そんな。あ、前期、まさかあんたが。なんだよ。ほら、白状しなさい。私たちの給食全校生徒分、あんなにたくさんあるのに一体どこにやったのよ。何のことだ。とぼける気。言わないと。こら。話せよ。みんな、こいつを捕まえて。な、俺様が何をした。一体何がどうなってるんだよ。ハケ先生。捕まえて。知らねえよ。しつこいぞ。な、俺様は。さあ、観念しなさい。この匂い。よくもやってくれたわね。前期。先生、校長先生、開けてください。どうかしたんですか。校長先生がみんなの給食を。え、それじゃあ給食泥棒の犯人は校長先生。そんな。食い物探してて憑依の身にありつけるとは嬉しいぜ。憑依の身ですって。ああ、こん中からプンプン匂ってくら。まさか校長先生が。え、くそ、わかねえな。うまいものよこせ。校長先生、あった、憑依の身だ。先生、しっかりしてください。おいしいものよこせ。なんで、校長先生ってのはさっきの食いしん坊のおっさんのことか。しかし、これは見事に憑依されちまってるぜ。もっとおいしいものを食わせろ。貴様の底知れぬ欲望、まことに美味だったぞ。出るぞ。あれは憑依獣、威嚇。はあ、これはまたとんでもねえ不細工な憑依獣だな。ないものを食わせよ。うるせえ。それより俺がてめえの憑依の身を食ってやるぜ。急いで。俺様を召喚しろ。分かったわ。
前期、ここに現臨。行くぜ、ひょいず。こんなもんまでつけるな。おいしいものやろまったく、どこまで食い地の張った野郎だ。俺様を食えるもんなら食ってみやがれってんだよ。おいしいもの食わせろ。そんな、危ないところだったの。胸騒ぎがするので来てみれば、やはりこのようなことに。おいしいもの食わせろ。前期殿、奴の腹を狙うのじゃ。なんだと？憑依獣威嚇。奴の生命の源はすべて胃袋にある。そこが急所じゃ。うん、よし、本能覚。一発でとどめを刺してやるぜ。ったく、呪法堂の娘まで食おうとしやがって。今あいつが死んじまったら俺様二度と。二度と封印されずに済む。やい、ひょいじゅう、俺様のおごりだ。ちゃんと食え。千秋、なんということを。ああ、まことビビなり。この娘には三つ星、いや四つ進呈しよう。さて、いよいよメインディッシュをいただくとするか。ガタガタ抜かすんじゃねえ。今度は俺様がいただく番だ。な、何？なあ！なあ！いや、まずい。こんなまずいものを食ったのは生まれて初めてだ。いや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 、だらじゃないよ。前期殿。一体ここはどこだ。前期、さっきはよくも餌にしてくれたわね。なんでお前がここにいる。忘れたの？リングの力であんたをどこへでも呼び寄せることができるのよ。それじゃあここは憑依獣の。さあ、胃袋の中よ。前期、よくもこんな目に合わせてくれたわね。なんだと、やろうってのか。上等じゃないの。まずい、とてつもなくまずい。わしの言ったことを思い出すんじゃ、千秋。何、消化が始まりやがったか。あんたのせいよ。早くなんとかしてよ。うるせえ、お前がこんなところに引きずり込んだんじゃねえか。元はといえばあんたが。そうだ、ここから金剛核を撃つのよ。なんだと。さっきばあちゃんが言ってたでしょ、こいつの急所は胃袋だって。一か八かやってみるのよ。おな、くたばっちまっても知らねえからな。行くぜ。校長先生は先生、校長先生、よかった、ご無事だったんですね。私は一体。よかった、大丈夫みたいね。食欲はいわば人間の本能の一つじゃからな。おそらく憑依の身の潜伏が邪悪な煩悩より浅瀬で食い止められておったんじゃろう。どうだ、くそ、また同時に戻しやがって、あの女。やった、いただき。やっぱこいつが一番うめえぜ。てな、何すったってめ。前期、今日という今日は絶対許さないからね。やめろよ。うわっ、出てない。己またしても。こうして憑依は解かれ、
それまで退職官だった校長先生も以来すっかり粗食を心がけるようになりました。それはそれでいいんだけど、おかげで私たちの給食まですっかり質素になっちゃいました。そして前期の方はというと、私を餌扱いした罰よ。2日間の断食を命じられたのでした。めでたしめでたし。何がめでたしだろ、食い物よこしやがれ。Don't let